日本に敗れどん底だったドイツ、あの男が復活でフランスに干渉する強さに復活。2021年以来となる代表戦に出場したトニ・クロースがキックオフのボールを受けると、山なりのボールを配球。これを受けたビルツは間を詰められないと見ると、強烈なドライブシュートを放った。相手ゴールキーパーが釘付けとなる中、ボールはクロスバーの下を叩いてゴールに吸い込まれた。ハーフタイム明けにカイ・ハバーツが追加点を決めたドイツが、フランスに2-0で勝利した。クロースがいることでキミッキをサイドバックに置けるのがでかい。クロース、反対してたやつも手のひら返すわな。MVP クロースやったな。やっぱりドイツには精神的支柱が必要なんや。何これ、2014年並みに強いんですけど。ホームのフランスは完全に格下のようだったな。それにしてもクロースで全て変わった。クロースに関しては本人が戻ってくるって言ってるならいつまでも残すべき。潮時と感じたなら自分のタイミングで去るだろうし。てかマジでクラブでも代表でもあと3年はやれるよ。結果見てガチで号泣してるわ。親善試合といえど最近悪いニュースと結果ばっかりで本当にしんどかったもん。強いドイツを見たかったんだよ。ユーロの帰国優勝あるで。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。